どのおかずが一番白米進むか決めようや。どうも、ひゃはると。はい、どうぞ。まずと。もちです。はい。というわけでですね、日本人といえば白米ですよね。はい。はい、で結局こう、白米が一番進むおかずって何なんだろうなって思いまして。はい。はい、まあ、好みによると思うんですけれども、まあ、そこは一旦なしにしまして、今回は、それぞれ好きなものを持ってきてもらいましたね。はい。で、ここに一人一合米を炊きました。で、この米をおかずと共に食べて、一番早く完食した人の使っていたおかずが、もうご飯が進むということになると思うんですよ。まあ、一合っつったらね、女性だったら結構きつい量ですからね、うん、そうね、以上ですないです、他にお昼ご飯食べようぜって感じです。はい、昼飯動画です。罰ゲーム、最下位の罰ゲーム、罰ゲームはですね、釜を洗ってもらおうかなって弱いなというわけで、今回は一番白米が進むおかずを探していこうです。やっていきましょう。はい、発表していきましょう。はい、じゃ僕からね、持ってきます。はい、お願いします。今回僕が持ってきたのはですね、まあ、皆さんご存知、稲葉のタイカレー。出たー出ました。安定でうめえこいつは。出た瀬戸康史ファンなら一度は知っている。瀬戸さんが一番うまいと言ってたこのイエロー、あとこの個人的に好きなバターチキン、これでね、米を秒速で消します。僕は間違いないね、多分それはね、これ間違いないです、うん。ちょっと俺持ってきていいですか。どうぞ。はい、ちなみに昨日の夜ご飯はインドカレーカレーマンじゃない。僕のおかずはこちらです。おお、うまそう。何ですかこれは。手作り豚キムチでございます。おお、ね、うまい。俺基本的に和食食べないんですよ、あんまり。はいはいはい。でも家は基本和食なんであんまり食べられないんですけど、その中で何が一番米をこうおかわりしようかなって思ったら豚キムなんですよね。いやー、わかるわ。なるほどね。じゃあ僕いいですか。はい、はい、僕が持ってきたおかずは卵です。あー、もう卵かけご飯。そうです。あー、で一番進むというか、もう速さで勝負しに行くとしたら卵かけご飯が一番ベストなんじゃないかと。すするさん。すするさんじゃないです。卵すするさんです。卵すするさんじゃない。ずるずる。まあそんな感じです。そうですね。まあでも、まあ、ラインナップ揃ってみて思うのは、やっぱ俺ちょっと不利かなって。そのうまいに越したことないけど、豚キムチでね。あー、まあ確かになっちゃうから胃袋が。はい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 。というわけでやっていきますか。はい。どうしました、何かありますか、言うこと。いや、僕はもうあれですよね、ご飯はやっぱさ、本来の美味しさが大事なわけじゃん、まあ、余計にこうね、なんかつけちゃうとご飯の美味しさが分からないわけですよっていう、ただ忘れただけの言い訳です。やっていきましょう。はい、はい。これさ、俺割るところからスタート。もちろん彼はいいです。じゃあ準備は大丈夫ですか。はい、はい、それでは自分のおかずが一番美味しいよという主張をかけて、位置についてよーい、マイ。はい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 、割ります割ります割ります。稲葉のチキンカレー。してますしてますしてます。豚キムチがうますぎる。いい色いい色いい色。タイの味がする。いただきます。あっ、あぶね。どうやろう、なに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 、何が起きた。喉が焼ける。すげえ入れんじゃん、お前。量とさ、米が1個じゃ合わないのよ。まあ、早い、カイト。米だけのカイト早い。飽きる。やばい、米粒が出た。汚いな、お前。ほいほい、やべえ。完食。おっと、ハルキがもうちょっと終わるか。いい戦い、いい戦い。カイト、もうちょっと。餅も、かき込めばもうちょっと。おー、最高。ハルキ、今口の中消えたら完食です。はい、さあ、もっち、カイトどっちだ。カイトの器にはもう米がない。おー、いやー、おーい。はい、はい、タイムが揃いました。はい、はい、まず1位。はい、のせくん、よし。タイム3分37秒イエーイ。早い早い。やっぱ醤油は多分あれだね、液体だから、そうそうそう、こう流し込めるっていうのはあるね。そうそうそう。しかも2個買ってたから味変もね。あー、あー、そうね。第2位、俺。おタイム4分18秒。マジマジ。あれなんですよ、もう分かっいました。あの豚キムチが液体だったら買ってた。まあ確かに確かに確かに。これ肉を噛み切る時間っていうのがちょっとねあったんで、それがちょっと範囲かなって感じですね。第3位、カイト。タイム4分19秒。素晴らしい。
ほぼ僅差ですね。すごい、普通にすごい普通にすごい、ただの白米を炊き込んでるやつなんだけど、すごい。まあ、ってことは味めっちゃ濃くて美味しい手料理と秋は大体同等ぐらいですね。そうね。第4位もちくん。範囲はですね、カンカンパカです。完全にカンカンパカ、カチャ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 、完全にカンカンパカです。そこです。それなかったらマジリアルに2、3位ぐらいは入れたと思います。ああ、まあそうね。タイムがですね、4分48秒。なるほど。マジでこうカンカンパシャカチャなんだけど、いやー悔しい。それは皆さん手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。洗い物してこーい。行ってきまーす。洗い物してこーい。俺の靴下も洗ってくんね。だよ。